こんにちは、ヒガです。7月2日日曜日、昼の1時です。今朝の体重は 96.5kg です。今日は仲良く前進の手話を紹介します。仲良くは両手を握ります。握ってぐるーっと回します。仲良く。前進は前に進んでる様子。前進。仲良く前進。仲良く前進。先週、大島九三さん創価学会の質問に答えるYouTube をアップしたところ、コメントに、クソーさんの動画見たくないとか、もう令和新選組の応援をやめるなどのコメントが多数ありました。私はそれを見て、どんなもんかなと思いました。令和新選組は空気を読まない政治集団です。生きていて良かった社会を作るためならば、与党からも野党からも嫌われても構わないのが令和新選組です。串渕麻里、大石あき子のような過激な人もいれば、大島さんのように冷静沈着に理路整然と物事を進めていく議員もいます。私は両方必要と思います。それぞれ一人一人の議員の個性、特徴、能力を最大限に発揮できるよう応援していくのが私たちの役目と思います。私たちの目的は生きていて良かった社会を作るためです。そのために令和を応援しています。令和新選組は結党して4年のまだまだ未熟で小さな存在です。それでも太平洋をいかだで横断する無謀極まらないプロジェクトに挑戦をしています。自民党、公明党は軍艦、豪華客船のようなものです。そのような令和新選組にいろんな欠点、不備があるのは当然のことと私は思っています。むしろよくぞ組織もなくてここまで発展したものだと。私は驚愕をしています。その未熟な令和新選組、議員一人一人もいろんな欠点を持っていると思います。それをいちいち指摘することが令和新選組にとって良いことなのか、それが本当に生きていて良かった社会を作ることになるのか、と疑問に思います。私たちの目的は、あくまでも生きていて良かった社会を作るということではないでしょうか。そうならば、議員一人一人、いちいち指摘するのではなくて、どのようにカバーしていけばいいのかということを考え、行動していくのがベターなのではないかと思います。私たち自身も荒削りであり、欠点があります。令和新選組も欠点だらけ、私たちも欠点だらけです。その欠点だらけの私たちがお互いにいがみ合っていては、生きていて良かった社会を作るというのは、夢のまたの夢だと思います。令和新選組のボランティアの中でも
多少のいざこざは起きます。たとえ起きたとしても、不本意なことであったとしても、見ない、聞かない、言わないで仲良く前進した方がいいのではないかと思います。いちいち細かく指摘したり非難したりすることは賢明とは思えません。人それぞれ個性があり生き方があります。生活環境も違います。お互いに尊重し合い仲良く前進と思います。お互い凡夫の集まり、普通の人の集まりです。多いんで気に入らないこともあるのは当たり前なんです。思い出してください。令和新選組を広めていくために、私たちは一人一人の友人に会い、令和新選組の理念を語ってきました。令和新選組の理念に共感をし、令和新選組のボランティア仲間となった人はどれくらいいるでしょうか。10人に1人、20人に1人いればいい方ではないでしょうか。また、せっかく一緒に活動するようになったとしても、いつの間にか消えてしまうこともあります。そうならば、今、共に活動している仲間は、かけがえのない仲間だと思います。いろいろ欠点があってもいいじゃないですか。それが人間というものです。沖縄の言葉に、トゥニービアイニタケネーランという言葉があります。この言葉の意味は、10本の指はそれぞれ長さが違うということです。それと同じように、私たち一人一人それぞれ考え方、感じ方は違います。それぞれの違い、考え方、感じ方を認め、どうやったら仲良く前進できるのか、そのことにフォーカスした方がいいのだと私は思います。今日はここまで。